工場の中にこうちょっとさっきチラチラ見てたんですけれども、なんか気になるこう道具みたいなのがあったので、ちょっと紹介してもらおうかなというふうに思っています。でですね、このこれをさっき見たんですけど、これはあんまり見たことない。私はなんか作ってるあのキッチンカーの中に入れるものだと思ったんですけど、なんか違うみたいなので、ちょっと説明してもらおうかなというふうに思っています。はい、これは何でしょう。はい、これはですね、板をですね、あのこの薄くする道具でですね、自作をあのいたしました。なかなかですね、この板の幅を一度に切る丸のがないのでですね、大きい丸の子をちょっと買いまして、逆にいたしまして、ここにですね、付けさせていただいた形になります。で、このですね、板をですね、ここからこう差し込みましてですね、結果的にこの板になるという。面白いですね。8ミリすごい。車の中であの板張りをすることがあるんですけど、ちょっとこれだと暑いんでですね、薄い方の方がですね、ということですね。自分で作ったんですね。そうですね。すごい。何でも作っちゃうみたいですね、自分で。すごい。お酒が好きだったもんですから。ありがとうございます。はい、はい、ここにはですね、キッチンカーに必要なパーツですねが綺麗にドックとして何個も何個も作られて置かれてるんですね。整理整頓がちゃんとされてる感じになってます。これはちゃんと性格が出るものですね。久保さんの真面目な性格が出ている場所だと思います。私はこんなに綺麗に整頓することができません。見習いたいと思います。はい、じゃあですね、外の方にちょうど完成した車があったので、ちょっと見せていただこうかなと思っております。じゃあ開けてみましょう。じゃーん、じゃん、こんな感じです。やっぱ可愛いですね。これがこういう感じで、前も紹介した感じなんですけど、やっぱ木のいい匂いがしますね。で、さっきちょっとこう見てて思ったんですけど、これははめていくんですよ。そうですね、ワンバイゴーと言われるホームセンターの定番の材料を一つずつかしめまして、それで成形いたしまして、まとめていくって形ですね。ただあの大きい板になってきますと、板がまっすぐでないとどうしても隙間が出てしまったり歪んでしまうので、ちょっと板選びをですね、できるだけこう出っ張りがないような感じで作っていただきます。これはあれですね、なんか見せてもらったんですけど、こっちなんかいつもこっち側だけど、こっち側そうですね、お客様がテーブルの本部を差し込みたいということで、いつもはね、こちらなんですけど、今回は幅のあるテーブル後ろから差し込みたいということで、ご要望がありまして、一応オーダーということで、作らさせていただいて。そうか、オーダーだったんですね。そうですね、どのぐらいでこれ、あれなんですか、はめて、ここになるまでの、頑張らせていただきまして、ほぼこれが私の定番車なんですけど、1週間で、ということで、すごい、早い、フルオーダー、パン屋さんみたいですね、先日のフルオーダーが、まあ、学内では頑張らさせていただきたいと思うんですけど、でもすごいですよ、一人でやってるんですよ。できるだけ効率よくできるようにですね、頑張らさせていただきます。ありがとうございます。じゃあ横を次はちょっと見ていこうかなというふうに思っています。じゃあちょっと開けましょう。はい、こんな感じです。じゃあこれはいつもはこのサッシがついてなかったんですか。定番車はついてないんですけど、お客様がご商売される地域の検査場がですね、サッシをつけなさいという命令があるということで、そのお客様についてはあのオーダーでつけさせていただいております。綺麗につきますね。ちゃんとウッディの木目のサッシもやらさせたことがあるんですけども、それはですね、サッシをかけさせていただいたという形で、木目のサッシとか可愛い感じですね、きっと。これもあの外国のものです。ちょっとかぶれておりまして、インスピレーションがたくさん。こちらにもテーブルがついておりますので、はい、これですね、ちゃんとお店の感じでできるかな。はい、ありがとうございました。こちらが今回の車内ですね。前見た、まあ、キッチンカーとその代わりはまあないんですけども、やっぱこう中見るととっても可愛い仕様になっていますね。これはオリジナルの B ステージオリジナルのデザインですね。このタイルもとってもやっぱ可愛いですね。久保さんがこれを一人で作ってると思うと本当にすごいなっていう風に思いますね。久保さんのおかげでですね、こんな可愛い車が作ってもらえるんですね。すごい、ありがとうございます。